ああ疲れた、もう暑くてちょっと走りすぎたな今日な。休憩したい。どこで休憩する？でもここら辺初めてだから全然わかんない。何もないよ。なんかあるかな。ちょっと聞いてみたら。聞いてみる？うん。T コネクトに。T コネクトあんの？これ。あるよ、あるよ、ある。どうやって？当たり前じゃん。メニューをして。メニュー。メニュー。T コネクト。T コネクト。すごい。オペレーター。オペレーター。押していいの？いいよ。ご用件をお伺いします。すいません、この辺で休憩できるところに行きたいんですけど。我々 YouTube キャストに会えるオフ会全国ツアー開催中です。花ちゃん詳細、詳細の方は概要欄にあるリンクか、あの電話番号でも、あの受付してるので、皆さんそちらからお送りください。来てねこんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。さあ今日はですね、はい、プリウスPHEV のご紹介なんですけど、はい、うん、今日は車のご紹介ではなくですね、この子の紹介じゃなくて、あのこのトヨタの最近の、はい、まあ、これプリウスとか他のアクアとかにも搭載されてるんですけど、はい、T コネクトっていう、あの素晴らしいサービスがあるんですよ。聞いたことありますね。あるでしょ。あれですか、例えば事故した時にオペレーターにつながる、あ、それもありますね。ただそれだけじゃなくて、ちょっと後で説明しますけど、はい、なんかコンシェルジュみたいな人いるんですよ。この車専属。すごい。そう、その人にいろいろ聞いて情報をもらえるっていう素晴らしい機能があって T コネクトに、はい、でこれはあのお客様から買い取ったプリウスなんですけれど、はい、なんとこの前のお客様、そのサービスにご加入されていて、すごい、まだ期間残ってるんですよね、この車。あ、加入しないと使えない。加入しないと使えないです。でなんとこちらの前売っていただいたオーナーさんのご好意で、はい、YouTube で T コネクト試してみてくださいよと。おお、ね、ネタをいただいたんですね。素晴らしいネタ提供いただいて。そんなこと言っちゃっていいのか。ありがとうございます。いや、もうね、本当にいいお客さんで、うん、これ最初にもう紹介しちゃいますけど、はい、そのネタの提供と一緒にちょっと花ちゃん、はい、出してください。おー、見てください、これいかにも美味しそうな紙袋に入ってる。紙袋、生餃子です。ちょっと出すのもったいないんであれなんですけど、はい、これを、まあ、広報部だけじゃなくて引き上げ担当だったりみーくんだったりみんなにね、あのプレゼントしていただいて、はい、ありがとうございます。今日すぐ食べます。今日みんなの夕飯です、はい、ということで、はい、こちらのプリウス PHEV の T コネクトは、はい、これタイトル通り、タイトル通り我々がドライブ中に不意に行きたくなる、はい、あの施設を検索できるのかっていうのを今日検証していきたいと思います。おお、はい、ぜひ皆さん楽しみにご覧ください。お願いします。はい、大丈夫かな。はい、じゃあまず車内に来ました。はい、で最近のプリウス PHEV はなんとこういうマルチファンクションディスプレイ、結構普通のプリウスと似てるんですけど、ここだけが大きく違うから、ファンクションな感じ、うん、ファンクショナル、エクスペンシブな感じですね。はい、でこれ今ナビになってるんですけど、はい、もちろんオーディオとかね、これ全部ここで操作できちゃう。エアコンもやるよという感じ。これが壊れるともう足交換でもなかなかこれ壊してる人見たことないけど。あ、そう。T コネクトはどこにあるんですか。やってみますか。はい、はい、どこにあるんですか。まずですね、このメニューを押します。そうするとほらすごい、出るんですね、もう出てくる、早い、はい、で T コネクトはね、何個かこう使い方がありまして、こう、まあ、ユーザー設定とかあるんですけど、代表的な、2つのなんていうの、こう主にやるやつとしては、はい、まずオペレーターサービス、あ、これがコンシェルジュが出てくる、そうです、人間対人間にかかります。ロボットじゃないんだ。本物の人間 AI とかじゃなくて、うん、ちゃんと人間です、オペレーターなんで、はい、でそれとは別にこのエージェントっていうのがあって、はい、これ要は俗に言うエージェントを呼び出します、となったらお話ください。ああ、よくある、シリ的な自動な感じ。そうそう、 AI の iPhone のシリみたいな、ね、ちょっと花ちゃんなんか言ってみて。近くの美味しいラーメン屋さんを教えて。現在地周辺のラーメン屋を調べて。1キロ、おお、近い、出ますね、ちゃんと。5番目、
後楽園、うん、まあこういう感じで、はい、あの要はスマホのシリ的な感じとして使えるっていう感じ、うん、確かに今有名なラーメン屋さん出てきましたね。美味しいで、こういう風に調べられるわけですね。そうですね、すごい。であとはもうあのこれ PHEV なんで、うん、あの充電できる場所のステーション調べたりとか、まあ、あとはオペレーターにいろんな情報確認できるよっていうやつだったりとか、うん、で一番この T コネクトの、はい、目玉機能はやっぱオペレーターサービスなんですよね、はい、やっぱそこが多分有料にしてるポイントですよね。そう常に誰かにつながるっていう。だって全社やってたらさ何必要だろうってことになっちゃう。すごいですよね、うん、何万台とか売れてるんじゃないのって思う、ね、さてこのオペレーターはどこの、はい、どこにいるオペレーターなんでしょうねみたいな。確かに、しかもオペレーターにどういうこと確認したいんですかみんな。いやでも基本的にはなんか、はい、あの行きたい場所へのルートとかお店とか、はい、あとは現在地とか、うん、そういったところ、まあ、ほぼ全部の要はコンシェルジュなんで。あすごい、何でも聞ける。何でも聞けるんですよ、何でも聞ける。これが重要です。何でも聞けるパラちゃん何聞きたい、うん、何聞きたい。いやでもやっぱね夏でいっぱい汗かいてるから、あうん、なんだろうな、温泉施設。ああね、うん、源泉大好きだから。源泉関係流し、好きな言葉は。源泉関係流しで婚浴ってこの辺ありましたっけ。婚浴ないんじゃないかな。婚浴とは言ってない、はい、ごめんね、はい、あのそういうこうよりピンポイントなことも聞いてもいいっていうことですよね、うん、ちなみにさ1個最初にやってみる。あ、やってみますか、うん、はい、本題に行く前に、はい、エージェントで、じゃあエージェントでやってみようか。じゃあエージェントでじゃあ混浴の温泉って行けるんですか。温泉施設やってみようか。あ、温泉施設で、うん、いきますね。エージェントをして、エージェントを呼び出します。ピッとなったらお話しください。近くの混浴の温泉。お、ちゃんと温泉を調べしました。まあ、混浴かどうかは、うん、混浴はちょっと無視されましたね。ちゃんと聞いてたくせに、うん、じゃあちょっとここに行ってみようか。じゃあ行ってみますか、うん、筑波山温泉筑波の湯です。これで目的地セットすればもう行けると。え、すげえ便利ですね、うん、すごい。だって普通のナビって自分で iPhone で検索してから、うん、例えば住所を入れるのが普通の手順じゃないですか、うん、これ早いよね、うん、早いこれ。よくわかんない人にはいいですね、うん、まあでもやっぱり、うん、あの我々車好きの人間としてはですね、はい、ね、不意にあるわけですよ、うん、行きたい場所が、行きたい場所が、あ、ガソリンかな、ガソリンステーション。似たようなもんです。おあの給油したい。結構高速とか走ってると、はい、いきなりこうドンドンドンみたいになんかめちゃくちゃライトアップした建物みたいにさ出てくる場合がね。カーナビって俺ぶっちゃけそこを調べるためにあると思ってるよ、はい、むしろ発祥みたいな、うん、カーナビの。だってさ、ドライブであの何にも土地勘がないとこに行ってさ彼女とデートで、うんうんうん、で行かないといけないってなったらさ、確かに困るじゃないですか。でそうですね、席が多すぎるからちょっと花ちゃんに塞いでてもらおうかそう、どうぞ。はい、あのラブホテルですね。要するにラブホテルを検索するためにカーナビがある。あるし Google マップもそうだし、そう行けるとは思わなかったけど、うん、もしかしてこれワンチャンあるんじゃねえみたいな、あるんじゃねみたいな時にできるだけその周辺に寄っておきたい、そうのがあるんですよね。そうなんです。結構田舎だとちょっとこう思った時に近くにないことが多いんですよ、うん、あ、そうだね。長くないですか。終わりました。終わりました熱弁するの、まあ、ということなんで、はい、今日あのタイトル通り、はい、このトヨタ T コネクトのオペレーターさんは、はい、我々のあのオアシスに案内してくれるのかっていうのを、はい、今から検証したいと思います。気になる、どこ行くか。許されるのかそれは。トラスト企画、ラインスタンプ第2弾、ん、使いやすいスタンプが8個収録。 LINE もトラスト企画しちゃいましょう。ダウンロードお願いします。はい、ああ、疲
れた、もう暑くて。ちょっと走りすぎたな、今日な。うん、休憩したい。どこで休憩する？でもここら辺初めてだから全然わかんない。何もないよ、この辺。なんかあるかな。ちょっと聞いてみたら。聞いてみる？うん、Tコネクトに。ご用件をお伺いいたします。すいません、この辺で休憩できるところに行きたいんですけど。かしこまりました。現在いらっしゃいますのが茨城県の下島市と確認出しております。はい、休憩できる場所でございますが、はい、例えば喫茶店やファミリーレストランなどではございますか？いや、もうちょっとなんか宿泊できそうなとこがいいんですけど。おしゃれますが、私どもで確認できますのが、ビジネスホテルやシティホテルなど、宿泊専用ホテルになってまいりまして。あ、じゃあそれでいいんで。では、お近くでビジネスホテルなども探してよろしいでしょうか？はい。かしこまりました。ただいまいらっしゃいますでしょうから、向かわれたホテルなどはご指定ございますでしょうか？いや、特にないです。近ければ。かしこまりました。では、なるべく近くで情報を調べいたします。少々お待ちくださいませ。すごい、こんなのがあるんだ。なんか希望の場所には行けねえ気がすっけど。はい、お待たせいたしました。ただいまお近くでホテルを調べ出しましたところ、はい、一箇所情報がございました。ご利用ありがとうございました。はい、送られてくるんですか？もうこれどうなんだろう。ちょっと待ってみる。うん。デュテラハイナがセットされてたらできるオペレーターだ、ね。できるオペレーター。あ、来た。おお、来た来た来た。おお、すごい。見て、ルートまで自動で。すごい。これが T コネクト。じゃあちょっと休憩しに行くか。行きますか。別にいいのか、あのビジネスホテルだけど。いいのか。そうだ、そうなんですね。はい。検証結果。なんでそんな不満そうなんですか。ちゃんとホテル案内してくれたじゃないですか、オペレーターの方。いや、ビジネスホテルでしょ、あれは。ダメなんだ。あ、もう、もうだんまり。やっぱね、トヨタさん分かってないよ、そこは。あー。ユーザーの立場に立って、うん、提供しましょう、サービスを。だってトヨタさん、だってプラットフォームに TNGA とかつけちゃうようなメーカーっすよ。ねえ、本当に。誰がどう見たってんだろうって。いや、これはもうあれですか、やっぱ大魔王も激おこ案件。いや、これはちょっと大魔王の場合は、うん、あのもうトヨタに電話かけてます。マルチファンション壊しちゃってる。壊す、うまい、壊すかな。もう電話すればいいじゃんとか言って。もう、でも絶対さ、オペレーターさっき気づいてたよね。休憩って言って、そのホテルの中でのそのジャンルをもう上げてましたよね。そう、言ったんだよ、ちゃんと。休憩って、まあでも察したは察したって感じでしたね。でもなんかちゃんと向こうもさ、うん、なんか私たちがご案内できるのはビジネスホテルとか、うん、なんか普通のホテルみたいに言ってたから。そこじゃねえんだよ、オペレーターさん。ちょっと、でもオペレーターが女性だったのもちょっと敗因かな。あー、男性だったら。男性いるんじゃないですか。いないのかな。でも女性の方が多い気はしますね、やっぱああいうのは。男性だったら機転を利かして、あ、お客様かしこまりました、無言でこう案内して。それだったらこうよりやっぱこう親身にサービスしてくれるからいいですよね。なんでフォローしてんだ私。おかしいだろ。楽々ナビだね。まあ、だから契約しないとね、うん、使えないっていうところがやっぱここにはあるかなっていうところなんですけど、うん、そうですね。なんか俺もうちょっとこうさ、フレンドリーになってほしい。めちゃくちゃ不満やんって。すげえ不満俺。じゃあTコネクトを作って、あのトラスト企画コネクトを作りましょう。あ、Tコネクト。そうそうそう、ミーク出るみたいな。そう、Tコネクト。で、むしろそういうところしか案内してくれないみたいな。あの、仕事してる時出ないんでしょ。そうそうそう、もうちょっと AI も進化してほしいかな。あ、AI ね、うん、まあ、ナイトライダーのさ、そうですね、キット2000とかさ、
あのもうちょっと空気読めますよね。きっとすごい空気読めるよ。あもう全然わかんない。あとほらあのサイバーフォーミュラーのアスラーダみたいなさ、知らないか、知らないね本気で行きたい人だったらちょっとおこかもしれないですもんね。いやそこじゃねえんだよ。そうだってお金払ってるし、まあビューホテルでも別にできない。まあねまあね、できない。シティホテルとかあのビジネスホテルでもいいんだけどね。まあ少子高齢化もありますので、はい、まあ、そこはね企業も頑張って支えていければいいんじゃないでしょうか。はい、まあそんなところでね、あのこういう貴重な、ね、面白いネタをご提供いただいたお客様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。でもこういったね車もあの台車とかレンタカーとか不足してますので。プリウスいいんですよ本当に、うん、すごいね、燃費もいいし壊れにくいし、ちょっと新しすぎますけどね、うん、ミク乗ってるしっていうことなので。でこのお客さんもね、遠方から買い取りしてますので、うん、まあ、遠方で普通の車乗って売りたい方も遠慮せずに概要欄からご依頼いただければと思います。はい、であのこういうネタ提供と、うん、ああいう貢ぎ物いただければ、こういう何でもない車でも本当は取らないよねとか言ってたのに、うん、急に取っちゃう。そうふっかるなんで広報部面白ければやっちゃいますので、はい、ぜひなのでネタと取り次ぎ物よろしくお願いします、うん、お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車、現役の走り屋、GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。